朝倉海の部屋。久保さんがまずなんかのボクシングもともとやる予定だったじゃないですか、はい、それはどうなったんですか。もう完全に、はい、あのボクシングは一旦なし。そうですね、今はもう本当にボクシングの練習全くしてなくて、はい、総合の練習だけを今やってます。あ、もう完全にもう総合格闘家としてまずやっていこう。はい、やっぱ総合格闘技ってボクシングって結構選択肢として減らしてそれを研ぎ澄ますじゃないですけど、はい、そういうような感じじゃないですか。でもなんか総合の場合って本当に覚えることが多すぎるっていうか、それでなんか楽しいというか、こんな技術があるんだとか、自分のその今までやってたところがなんか使えない部分とかすごい出てきたりとか、すごいこう研究するのに楽しいなって思って、それで今実際ハマり中です。ハマり中ですか、はい、難しいですよね、やること多いですよね。あ、やることが時間かかりますよね。本当にすぐ強くならないですよ、ね、はい、誰とやりたいとかあるんですか、今次に狙ってる相手みたいな。いやー、この選手とちょっと言っときましょうよ、これ、はい、誰とやりたいではないんですけど、はい、なんかまずはなんかこうルールになれるじゃないですけど、はい、なんか前回の試合が本当めちゃめちゃ疲れたというか、なんか寝技が人の寝技に持ち込まれてしまって勝ってる時間ほとんどなかったんで、そうですね、なんかこう難しさというか逆に勉強になってなんかすごい、まあ、それは楽しかったです。誰とやりたいですか。誰とやりたいっていうのは大丈夫ですか。大丈夫ですか。ただ最近何やってますか。どうぞってされてからひどい話をめっちゃ使う。どうぞってやったよ。あ、じゃあ熱いのはどうしたの。ありがたいから、ありがたいから、ありがたいから、これドッキリですか。違います、違います、すいません。間違えちゃったの。なんだろうな、誰とやりたいっていうのは特にないんですよ。3、4試合ぐらいとか、まずルールに慣れて、そっから、まあ、ライジングのベルトを目指すじゃないですか。やっぱそこが一番です、はい、あと総合格闘家としても改正したいっていう。じゃあとりあえず経験値を、経験としてなんかいろんな相手どんどんやっていきたいって感じです。はい、もうなんか言われた選手とかも勝負論があるような選手とやっぱやりたいです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。コメントもいただけると嬉しいです。